日本の音楽は鳥の歌や川のせせらぎ、木の葉の揺れる音、風の吹く音など自然の音を模倣します。これらの音は邦楽の中で使われ、楽音とノイズの区別が曖昧です。伝統的な和楽器における触り、村行きという概念は、音にノイズを混ぜるという考え方です。混ざり気のないピュアな音色は、自然の中に存在する響きほど面白くありません。ノイズは音楽美学にとって不可欠な要素となり得るのです。私の名前は大石正則。私のアルバムスモーク。私は日本のサキソフォン奏者で、パリで何年も過ごしました。このアルバムは現代日本の作曲家たちがサキソフォンの可能性を引き出すことによって成し得た音楽世界の探求のために捧げられています。4種類のサキソフォン、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンを使い、微分音、重音など現代奏法を多く使用しています。フルートやミュートされたトランペット、エレキギターのような音まで、幅広い音色や音量を使っています。これらの音楽は何世紀にもわたる日本の伝統を振り返ると同時に、現代の音楽思想の境界を広げていく音楽です。西洋の理論的に主題を展開させていき、目的へと向かっていく推進力を持つ音楽と、東洋のシンメトリー、精神、均衡の取れた音楽、それらの両方をまたぐ音楽。サクソフォンのビルトゥーゾを極限まで高めていく音楽。私の個人的な物語を反響させ、自分自身の声に耳を澄ます音楽。Thank you.